どうも、旅をスポーツの坂本です。いよいよマラソンもドピークになってきました。自分もですね、12月にガーミンランジャパンで5キロ、ランナーズフルマラソンチャレンジでフルを走ってきます。そして年明けにはハイテクハーフ。で、また本命のレースもね、あるんで、今そこに向けて練習を頑張っています。そして今回の動画はですね、新たなシューズの企画を始めようと思います。というのもですね、実際、いろんなちょっとこうレースに行かせてもらって、その中でこうシューズを調べたりということをさせてもらってるんですけども、やっぱりね、こうレース用のシューズ、いろんなメーカーさんから出てるんですけども、やっぱりどう違うのかなっていうのがすごく気になってきまして、やっぱりね、こう自分の身を持ってですね、その違いっていうのをちょっと調べて見たくなりました。ということでね、坂本なんと揃えちゃいました。こちらです。今ね、マラソンのシューズの中でトップ3のメーカーさんのですね、レース用シューズをなんと揃えちゃいました。で、どういったことをしていくかというとですね、これからの練習の中で、いや、それこそ5キロとかハーフも出るんで、ちょっとね、使い分けていこうかと思います。実際に使ってみて、どのシューズがいいのかだったり、ちょっとどういった点が違うのかとかね、そういったのをぜひ皆さんにお伝えできればと思います。その中で、このマラソンシーズンですね、今シーズンのマラソンシーズンでの本命レース、その時坂本がね、どれを履いているのかというのもね、ちょっと予想しながら見ていただきたいなと思います。これからいろんな練習だったりとかレースの動画も出していくので、その都度何履いてるのかなっていうのをぜひ見ていただければと思います。で、実際その動画の中でもですね、このシューズはこうだったっていうのもね、しっかりお伝えできればと思います。今回ね、その履いていくシューズですね、ちょっと簡単に紹介できればと思います。まずはこちらですね、アシックスさんのメタスピードスカイです。これはもう私自身ね、今までのレース、それこそ水戸とか、あと北海道とかでも走っているシューズになります。これに関してもね、以前に紹介もさせてもいただいているというのもあるんですけども、また履いていく中でね、改めてでこの他のとどう違うのかっていうところをね、お伝えできればと思います。さあ、そして真ん中のですね、こちらアイダスさんのアディゼロアディオスプロ3です。実はね、この3つの中で一番期待値としては高いシューズになります。というのもですね、結構いろんな方お話聞くと、いいっていうようなね、お話聞くことがすごく多いです。なのでね、どんなシューズなのかなっていうのがすごく今もうこの時点で、ね、気になっています。さあ、そして最後ですね、ナイキさんのベイパーフライ3です。トップクラスのレース用シューズですね。こちらやっぱりもうベイパー2からの新作のベイパー3ですね。実際ね、ランナー着用ナンバー1と言ってもね、過言ではないこのシリーズのシューズ、このシューズね、どういったものになるのかね、しっかり履いて確かめていこうと思います。で、ちなみにそのシューズのサイズのところですね、これに関してはもう最初買った時点でどういうふうに選んだかっていうのがね、分かっているんで、ちょっとそこだけはね、紹介させていただこうと思います。まずはですね、このメタスピードスカイ、こちらは27センチで買わせてもらっています。で、同じようにですね、27センチでこのベイパーフライ3も買っています。なので、こういうところはね、サイズ感っていうところで言うとね、同じような感じで選んでもらって問題ないと思います。ただ一つね、ちょっとこう意外だったのがですね、このアイダスさんアディオスプロ3、これはですね 26.5 で買っています。実際の27履いて試してみたんですけども、結構大きかったんですね。27だと本当に親指1個分ぐらい余っちゃうんで、26.5 で今回は買っています。やっぱりそういったところね、サイズ感は本当メーカーさんによって違うので、ちょっとそういったところもね、本当今回でね、もう皆さんにお伝えしたいところではあります。このアイダスのアディオスプロ3ですねに関してはちょっと大きめなので、もし買う時はちょっと一回り小さいサイズを買われるのをおすすめします。これから坂本ですね、練習だったりレースの時ですね、このシューズたちを履いていくんですけども、その都度ね、何履いているのかなっていうところもぜひ見ていただければと思います。少しでもね、皆さんのシューズ選びのところのサポートができればと思いますので、これからの動画よろしくお願いします。そして本命のレースで何を履いているのかなってところもね、是非予想しながらこれから見ていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。これからもね、練習一緒に頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。